はい、皆さんこんにちは。オクタビアチャンネルです。いよいよついにメタルギアソリッドマスターコレクションが発売されました。今回の動画ではスイッチ版のメニュー周りだったりとか、まあどんな感じなのかなというのをお伝えできればなと思います。早速ね、見ていきたいと思うんですが、まあこのようにですね、アプリケーションがタイトルごとに分かれています。一つの枠に収まっている、まあ例えばキングダムハーツとか、まあ、ああいうのだとね、一つの作品のタイトルの中に全部がまとまっているという感じなんですが、メタルギアはね、このように一個一個アプリが分割されてます。まあ多分一本一本のね、分割販売もされているので、まあその影響かなと思うんですけども、最近ですと GTA の、グランドセフトオートトリロジーなんかが近いのかなと思います。あれもね、スイッチとか各プラットフォームで発売されたんですが、3本セットのがあれば、まあタイトル自体はね、ダウンロード1本ずつのアプリケーションだったので、まあ、あれに近いですね。まあ、これはもう好みによると思うんですが、僕的には、まあ、どうせならね、マスターコレクション1つにまとめてほしかったかなと思います。はい、早速ね、見ていきたいと思います。こんな感じですね。これ、ボーナスコンテンツです。ボーナスコンテンツですと、ゲーム選択で、メタルギアとスネークリベンジが選べて、映像作品で各、バンドデシネがね、見れます。デジタルサウンドトラックは、早期購入特典のものもダウンロード済みになってます。今は先ほどダウンロードしました。で、これがですね、ダウンロードというところから、このまずバンドデシネとかこの辺、ボーナスコンテンツにあるものは基本的に、ダウンロードする形になります。なので SD カードは開けといてください。で、これ懐かしいですね、メタルギアソリッドバンドデシネ。こっちが、ノベル、もともと、何ですか、アメリカ的アメコミような漫画のような感じなんですが、こっちはね、PSP で発売されて、こっちは、DVD で発売されました。これはね、持ってます。これはね、本当に、何て言うんですかね、動くアメコミって感じですね。で、日本語フルボイスなので、めちゃくちゃ長いです。で、ストーリーを丸ごと楽しめるという作品ですが、今回ですね、今この発売日、夜の時点だと、公式のね、まあ、TwitterX によりますと、まあ、ちょっとね、Nintendo Switch 版においてダウンロードできない不具合を確認しておりますということで、これ一つも、今現時点ではダウンロードできません。はい。まあ、ゲームはできます。で、オプション、言葉もね、ちゃんと各に全部入ってて、画面設定の方は、これあれですね。はい、これメタルギアソリッド1も多分同じだと思うんですが、このようにね、黒帯がちょっと寂しい感じになってしまうので、このように背景のね、黒帯の部分を違うイラストに変えることができていいですね。これは結構いいシステムだと思います。こんな感じですね。はい。で、まあこれがね、ボーナスコンテンツです。じゃあ次行ってみましょう。で、こっちが、メタルギアとメタルギア2ソリッドスネークになります。メタルギアソリッド1と、こちらの作品はもともとスイッチの場合は、カートリッジに入っているんですが、それ以外はダウンロードという形式になっています。カートリッジに入りきらないので。起動は結構早いですね。おー、で、これはあれですね、ちょっとネタバレになってしまうので、ここら辺はちょっとお見せできないかなと思うんですが、マスターブック、まあ本ですね、これ。まあ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 、こんな感じでささっと見ますね。で、シナリオブック。で、こちらもこんな感じでささっとページをめくりながらね、ささっと見えます。はい。結構ね、ボリューミーですね。で、これも多分同じように、この画面のね、寄せたりとか、好きなようにいじることができます。先ほどね、イラストも変わってるのかな、ちょっと。はい。まあこんな感じですね。で、次。いや、もうこれね、この3本。たまらないですね。もうこれ一番好きな、じゃあメタルギアソリッド1からちょっと見てみましょう。まあ、それほどね、大きな違いとかはないと思うんですが、まあね、結構今 X とかで話題になっているのは、冒頭のチュートリアルの、まあ、各シリーズね、丸ボタン押せとか、キャラクターが言うセリフのところがあるんですが、まあ、スイッチ版においてはそこの部分だけ音声がなくなることがあるということでね。はい。まあ、どうしてもボタン基準のあれですね。あ、でもタイトル画面かっこいいっすね。こんな感じなんですね。おお、すごい、これ。これは、はい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 。こういう感じか。あれ、これさ、
あれなんですよね、これ。マスターブック。あ、これやばい。これめちゃくちゃいいやつだ。これちょっと後で読みます。で、ダウンロード。あ、ちゃんと北米版、欧州版パックとか分かれてるんですね。で、これも画面設定でいじれますと。こんな、おーわ、これめちゃくちゃ好きない。おー、これ、かっこよすぎませんか、これ。これね、配信でプレイされる方は、映えですね。いやー、いいっすね。おー。これめちゃくちゃいい。はい。ちょっと言葉を失ってます。ちょっと感動しちゃって。で、これ、メタルギアソリッド1で、まあ、インテグラル。そうですね。あの、個人的に気になってたのは、このね、まあ、初めてメタルギアをプレイされる方ね、絶対これやってほしいんですよ、まず。日本語字幕、日本語音声なんで、これ、インテグラル完全版なんですけど、これね、後に発売されたやつなんですが、あ、音声がね、英語だけだったんですよ。ただ、これに、VR デスクがついてて、そう、あ、こういう風に選べるんだ。このね、VR ディスク、ちょっとやってみていいですか。これね、マジで、あの、めちゃくちゃ長いんですよ。100ステージぐらいあるのかわかんないけど、当時、やった時、すごい大変だったんですが、一番最後の方のステージが、ちょっとミステリーっていうのがあって、ゲノムフェイドがね、ちょっとマジで面白いので、これは本当やっ、で、このオープニング本当かっこいいんですよ。これちょっと、うわ、懐かしいな、このオープニング。うわ、このね、ここでしか見れないんですよ、このオープニング。当時、この CG がかっこよすぎて。うわ、懐かしい。この音楽、この音楽ね、メタルギアのテーマソングなんですけど、あ、まあ、盗作疑惑とかあって途中から流れなくなってしまったんですが、2のね、途中から流れるのは。はい。いや、これね、あのね、本当に VR、めちゃくちゃ大変なんですよ、クリアするの。すごい数なんですけど、ぜひともやってほしいんですよ。まあ、理由はちょっと言えないんですけど、これクリアすると最後めちゃくちゃ感動します。あとめちゃくちゃ面白いです、あの最後の方行くと。序盤はチュートリアルかなって感じなんですけど、今この音楽懐かしい、これ本当大好きなんですよ、このメロディ。なんか懐かしすぎて泣けてきた今。いやーね、小6ぐらいだったのかな。あー、もうめちゃくちゃハマったんですよ。無駄にちょっと長いですね、このオープニング。ちょっとフルなんですよ。そう、結構後半は頭使わないとできないのが多いんですよね。そうそう、こんな、あのね、だんだん後半に行くとギャグになってくんですよ、割と。こういうのは結構大変なんですけど、とにかくボリュームがあるので、あんまりただの VR ミッション、チュートリアルとかじゃなくて、多分本編より難しいとこあったりするんですけど、とにかく、あ、もう見てください、これ、こんな出てきませんよ、普通。ゴルルゴンが、ね、出てくるんですよ、ゴルルゴン。ゴルルゴンは2なんですけど、ワンはゲノムフェイドだから違うか。そうなんだ、あんまネタバレになっちゃうから言えないんですけど、後半、ネタ要素が強くなっていって、どんどん、これとかも引き下げてますよ。うわ、ほら、いや、音楽良すぎる、本当に。あったわ、こんなの。これ当時としてはすごかったですか。うわ、すごくないですか、もう当時でこのポリゴン写真撮影とか。 Don't get careless。 あ、出た出た、これこれ、あのね、そうなんですよ。正解言いません。あ、そうか。そうだそうだ。これね、そうなんですよ。忍者使えるんですよ。これ本当に当時めちゃくちゃ衝撃で、このためにインテグラルを買ったという過言ではない。出た出た。これこれ。見てください、このデカさ。巨大ゲドム兵です。で、これクリアすると、まあ、ちょっと本当にすごいことが起こります。うわ。懐かしいな。うーわ、この画面、ほら、うわ、エキストラ、
ムービーを見ます。うわ懐かしい。ちょっと後でやります。ちょっと興奮抑えられない。じゃあ2ね、2いきますか。3はまあまあまあ、3ね好きなんですけど、まあ、2も3も正直、まあ、1もですけど、もう何回やったか分かんないですよね。1もあの初代プレステ以外にもあの PSP のアーカイブでやったし、やっぱ2に関し2、3に関してはね HD でね、ビータで出てますよね。で3に関しては 3DS でも出てるんですよね。なんでもう結構ねいろんなとこで出てんのかなっていうとこがあって、まあ HD リマスターがね基準なんで。あでもこのなんか本当にこの音とか、あーいいですね2。おーこんな感じなんだ。シナリオブックダウンロード、あー言語ブックね、はいはい。これちょっと後でじっくりね見たいと思います。うん、まあね特にもうこれ以上見ることもないと思うんで、最後にじゃあちょっとねオープニングだけ見よっかな。ここでね動画終わりたいと思います。あやっぱ HD エディションの移植だからそりゃそうだよな、 HD エディションで出るよな。まあそれほどね変わりはないと思うんですけど、まんま移植なんで。あでもあれそっか、これはサブスタンス、サブシスタンスありましたよね。あれとかまた HD エディションってこれ自体に入ってんのか。これさスペシャルで、あそっかそっか、ドッグタグビュー、あ懐かしいな、ドッグタグめっちゃ集めました、ね、あそっかそっか、 HD の方は後に出たやつだから、そっか、ミッションズもスネークテイルズも入ってるのか。これねスネークテイルズね、あーやっぱそうですね、ビックしてる、そう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 。まあでもこれ正直期待外れやったんですよ、スネークテイルズ。あの当時あのスネークが序盤の短歌編だけで、後のほぼライデンだったんで、割と、あ、僕もそうですけど、やっぱスネーク、ソリッドスネークガチ勢としては、割とちょっと怒った部分があって、使えんじゃねえかみたいなところがあって、後に出たその海外基準のあれだと、このスネークテイルズで、スネークを、まあね、あのプラント編で使えるっていうのはこっちなんですけど、これ確かね、ムービーがなくて、あれなんですよね、小説みたいな感じなんですよね、あのイベントシーンは。字を読むだけでノベルで、それにめちゃくちゃなんか逆に切れた思い出があります、やっぱ当時めちゃくちゃスネークを、動いてるスネーク見たくてたまんなかったんですよね。いやこれね懐かしいな、体験版タンカー編は体験版があったんですよ、アヌビスかな。あでもこれなんかあれですね、やっぱこれオプションでいじれるのかな、やっぱどうしても引き伸ばしてる感じすごいしますよね。字がなんかビヨーンって感じですよね。これオプションかなんかで、こういうもんなのかな。あ、そうそう、それでアヌビスのついてて、めちゃくちゃ体験版、本当にやり込みまくりましたね。カットしに行く。あ、これフルスクリーン。これでいいのか。ないのか。じゃあまあスタートしますね。タンカープラント、そう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 ね、これ、ね、あこれあれはないんだっけ、これ当時あったじゃないですか、あのあなたは質問でタンカーとプラントどっちからスタートするかっていうのを選べなくて、あれですもんね、本当はあなたはプレイしたことないですか。2年前のハドソン川、はあ、懐かしい。俺たちは新型メタルギアが極秘裏に輸送されるという情報を掴んだ。アンケートの答え方次第でどっちからかスタートするか決まるんですよね。今思えば疑うべきだった。メタルギア1プレイしたことない方はプラントから、ね、1プレイした方はこっちからね、タンカーから始まるって、まあ、それにも意味があるんですけど、いや懐かしい、いや本当にやり込みました。こっからはねちょっとねじっくり見たいと思うのでね、オープニングタイトルまで喋りません。はい、
やつが来たようだ。予定通りだな。待ってろよ。まあね、見てもらったんですけども、いや懐かしいですね、本当に。聞こえるか、オタコ。うわ、あ、僕だよ、スネーク。聞こえる。やばい、待たせたな。ここスニークポイントに到着。全部覚えてるもん。うまくいったか。セリフとか着地の衝撃でステルス迷彩が壊れた。ずいぶんこき使ってきたからね。悪いけど我慢してくれ。軍じゃないんだ。なんか当時今のオープニングにもめちゃくちゃネタがいろいろあったんですよ。だけど民間のいいところもあるだろ。プライバシーは守られてるし、変な薬も盛られずに済むしな。ナオミのこと？うるさい見張り役がいないのも気が楽だ。メインか。ああ懐かしい。また彼女に頼んでおくよ。ナティックの新兵器。陸軍兵士システムセンターからの横流しか。彼女に伝えてくれ。心の声は確かありましたよ。早いうちに手を引くようにな。それもそうだね。じゃあスネーク、本題に入るよ。シャドウモセス事件の後、メタルギアの技術情報がブラックマーケットで密売されたよね。オセロットの仕業だ。ああ、それで全世界にメタルギアの亜種が拡散した。今や核武装国にとってメタルギアは特別な兵器ではない。今回の新型はそれらに対抗するために設計されたものらしい。水陸両用の対メタルギア兵器。それで新型は海兵隊の所属ってわけか。目的はその船に積まれている新型メタルギアを発見して、その証拠映像をカメラに収めることだ。でもまずは戦況最上階にある操舵室に向かってほしいんだ。その偽装タンカーがどこに向かっているのかを調べてもらいたい。情報収集か。新型メタルギアにはわからないところが多いんだ。詳しい性能、運用方法、どこまで完成しているのか、練習場所がわかればそのうちのいくらかも推測できると思う。わかった、先に操舵室へ向かう。あとできるだけ戦闘は避けてくれよ。目的はあくまで新型メタルギア開発の証拠を集めて公開することだ。誰にも見つからずに脱出できればそれが一番だからね。分かってる、俺たちはテロリストじゃない。そうだよ、反メタルギア財団フィランソロピー、国連にも NGO として登録もされてる。まあ NGO の中では過激な存在には違いない。それじゃ装備の説明をするね。武器はベレッタ M92F のバレルを改造した簡易麻酔銃。この辺があれかな、スライドロックされているから一発ごとのリロードが必要だ。声が入ってないとか。現地調達よりはマシだ。操作方法もね、気になりますよ。麻酔は数秒で効くし、薬は数時間は持つ。アフリカ像でもぶっ倒れるくらいだ。レーザーポインターもついてる。お、ちゃんと麻酔弾はどこに当たるかで効き目が違う。手足や頭部、胸部では最大数十秒は違うよ。装備の方は、スネーク、なんだい、タバコ？相変わらずだな。お守りみたいなもんだ。しょうがないやつだな。これがデジタルカメラ。使い方はこれまでとほとんど同じだ。懐かしいですね、ゴルコビッチ兵のね。武器は持っていないようだ。いいかいスネーク。割とグロいっすね。相手は正規の海兵隊員だ。テロリストじゃない。見つからないようにね。隠密行動だよ。ああ、いざとなれば麻酔銃でちょっと眠ってもらう。ところでオタコ、お前の情報は確かなんだろうな。間違いない、ペンタゴンの極秘ファイルにハッキングしたんだ。痕跡は残さなかっただろうな。信じてくれよ、そんなヘマはしてない。これが罠である可能性もある。俺たちは賞金食いだからな。考えすぎだよ。だといいが、ここからだとごく普通の乗組員にしか見えないな。まさか甲板にいる連中に軍服を着せるわけにはいかないだろう。ハドソン川やマンハッタン湾は船の往来が頻繁にある。リバーサイドからも丸見えだしね。汽水が妙に深い。航海計画書によるとハドソン川上流で重油を下ろしているはず。
やはりあれがあるということだよ。相手の作戦の通常作戦規定にもあるように船への潜入は後部からと決まっている。もう少し警戒していてもおかしくないんだ。心配性だな。衛星ビジネスも繁盛している。あれがあるとすればおそらく甲板下の戦争。戦争への入り口はわかるかい？居住区への入り口はいくつかあるようだ。ヘリ。このね、今のとこね、ゴルフビッチ兵を、ね、倒して連れていくとあえて捨てられるんですか。この規模の弾丸を制御するには最低何人必要なの。ゴルフビッチ兵ってちょっと不気味な感じはね、怖いですよね。ゲノムとか3の兵士をやっぱアンシゴールつけてる、ナイトビジョンつけてるからか。 AKS70 でロシア人。間違いない。ジャーヘッドにあんな挑発はいない。写真を送信する。身元を調べてくれ。わかった。おお、なんかこのグラフィックでの顔アップはなんかいいですね。船の制御を抑えられたようだ。カサッカ。カサッカって貨物設計局の輸送ヘリ。まあね、3もね、デルタでリメイクされますけどね。奴らの正体を調べる必要がある。まあいずれはしてほしいなと思ってみたりしますけど、1に関してはツインスネークでゲームキューブでリメイク版が、ね、出てるんですけど、民間型の KA62 かもしれない。まああれ日本語じゃないんで。必要なのはメタルギア開発の証拠写真だ。それさえあればいい。まあ、あとね、なんか演出がやたらホームページに掲載して情報を公開する。あんまり好きじゃないんですよね、ツインスネークは。手荒な真似はしないでくれよ。わかった、努力する。シャドウモセスの時とは違うんだ。何かあったらすぐ連絡してくれ。周波数は 141.12 だ。データの記録はどうする？僕がするよ。西部用の専用回線は 140.96。 メイリンじゃなくて残念だけど、セーブしたいときはこっちに無線してくれればいい。あ、ベラザの場所を越えたところで待ってる。それまでに離脱するんだ。また連絡する。お、ついに操作パートです。あーでもなんか本当に、うん、なんかスイッチのコントローラーでねやっても全然違和感はねないです。あー懐かしいな。やばい、めちゃくちゃ懐かしすぎて言葉を失います。いやね、これ打ってから殴るとめっちゃ早いんですよね。やばい、久しぶりすぎて。うわ、こんな早かったっけ。さあ早く来てくれで。あ、しかもこの特殊部隊タイプの人も、ちょっと操作がまだ思いつかない。操作説明とかないのかな。これスイッチ版のね、あ、
これスイッチってさ、どっかで説明書入れませんでしたっけ。まあ、いっか。こんな感じです。はい。っていうのをね、ちょっと、あ、ちゃんと撮影しちゃった。まあ、ちょっとでもね、雰囲気が伝わればいいなと思うんですが、どうでしょう。っていうわけでね、まあ、あとは3とかもそんな変わらないと思うので、今回の動画はここで、またね、別の動画で実況とかやっていきたいなと思いますので、もしよろしかったらね、まあ、チャンネル登録の方とかよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。